次元論とかパラレルワールド論よりも、実はね、皆さんにとって、うちにとってはひょっとしたら同じことかもしれないのは、皆さんにとっては違うでしょうけど、それはね、うちは地球なんか、そういう女性やないか。だから一番外側でまたうち生まれてへんねん。ということを表すねん。で、女性やねん、そのな。一番外側か。この前置っていう女性やねん。女性に生まれる予定なんですよ。ね、中でこんなことされてるけど、え、ひどいでしょってまず思うでしょうけど、それしたのはあなた方なんですけどね。でも、そうせざるを得ない原因はまたあなた方が原因なんですけど、でも、まだ一番外側でうち生まれてないから、究極地球でしかないじゃん。それの外側の予定、こんな風な女性になるんですよって、うちっていう受精卵は。いうような、まあ、プレイ情報でもあるよね。だからそれが地球の人体的表現って言ったけど、一番外側ではちゃんとその受精卵は発生、細胞分裂して、で、まあ大体こんな感じの女性になる予定っていうことやね。だから、この受精卵はこういう人物なんですよ、こういう人物になるんですよ、そういう遺伝子なんですよっていう説明な。そこに別の方の断石を手術でつけられてしまったわけ。それは、もともとはうちの細胞だから、あなた方の自我が作り変えてしまって、全然違う顔、要するに杉田水脈さんみたいなうちと全然違う顔、全然違う体格の人物にしてしまったとはいえ。ね、元の材料はうちやから。じゃあ、この男性器もね、もうなくなるのね。ほっといても、ほっといたらか。でしょ？じゃあ、どうしてやがって。じゃあ、あなた方の精器もこうやってなくなっていくの。この、杉田水脈さんの男性器がなくなったら、あなた方の精器もなくなっていくんですよ、実は。つまり、あなた方もセックスできなくなるわけ。そういう結末なんですよ。じゃあ、手術してやって、取ってやめたら、じゃあ、あなた方の精器も切り取られてしまうのじゃ。じゃあ、そのままで、あなた方の精器から別の精器が入ってくる。具体的にはどういうことかって言ったら、もし女性なら、女性のクリトリスが肥大しておちんちんになっていく。男性のおちんちんなら、そのおちんちんが矮小化していって女性器になるけど、男女入れ替わるの、うん、その可能性があるんちゃう？それやったら。なんや、それでしょ。こんなことなっちゃうねん、こういうことしちゃったら。なんでか、そういう風になるのが自然やからや。な。そういう風な回復、復元か。そういう風な復元が、要するにうちが女性に戻るまでの、そういう復元作用が自然やねん。で、みんなその巻き添えくらいしかとばっちりくらいか。もともとあんたらの戦艦の巻き添えでもとばっちりでもない。でしょ？じゃあ、つぶないですかっていうか、そういう文学的な表現でもないんちゃう、本当は。自然とそういう風になっちゃうんちゃうんかな。じゃあ諦めもつくでしょ。ね。で、結局その、それが一番OBならそうしようよってそうなっちゃうから。ね。その回皆さんは、その対抗とかそのバランス上とかそのすごく自然なバランスでそうなっちゃう。皆様だけ今までと同じ性器状態、生殖状態とか、まあ、セックス状態じゃないよね。皆さんうちの中に住んでるし、皆さんはうちのコピーなんだから、もともと原料がね。でしょ？ただ、その、うちっていうその、マトリョーシカがうちっていう受精卵の細胞分裂の状態っていう説明もできるやんか。そういう角度で見れば。で、その中にはもうすでに生まれる予定のうちのバージョンがおると。でしょ？それは性転換されてしまってる場合が多いという謎の受精卵になっちゃった。じゃああなた方の受精卵もそうなっちゃうの。でしょ？じゃあ、あれはどうなんですかっていうのは、その、化学構造式は、プラネタリウムのように、物質を投影してるに過ぎないと。そのホログラフィーを見てるんですよって。だから私たちはこういったものすべてが、化学構造式には見えないの。じゃあ、それはその原理使ったら、女性に見えるように、見えるというか、その、たとえ男性器がついてても、その化学構造式が女性器を投影するようにできないんですかって。多分できるでしょう。何の意味があるんか知らんけど。
いや、じゃあそんな技術があるんやったら、その化学構造式変換して、女性に戻れないんですか？その原理は今、さっき説明したことの原理は多分それやん。そういうふうに化学構造式がちゃんと女性であるようにパタパタパタと変換していくわけでしょ？その DNA がね。あるいは、その染色体を含んでる、染色子を含んでる染色体のその袋が Y じゃなくなっていくんでしょ？パタパタパタと X になっていくんでしょ？で、その時皆さんもその表層合わせでなんかパタパタといろんなのが変わっていくと。ね。じゃあ、そうそう、自然な流れで、一番、その、安定した形に行こうとするし、で、うちが手術によって断線されてしまったってことは非常に不安定な状態なんですよ。それが安定した状態に向かうってことは、うちが取り戻すと、女性に戻っていくと。で、その時に、皆さんは、じゃあ何の罪で、皆さんのね、その、性別とかも非常に変な感じになっていくんですかっていうのはね、それは、うちを手術したからの罰じゃないの。罰じゃなくて、うちっていうその肉体を手術した結果、うちという肉体のコピーに過ぎない皆さんの肉体も、その巻き添え食らうって話をしてるんですぎないの。でも、巻き添え食らうって説明したからって、うちのせいじゃないやんかっていうのさっきからずっと説明してるの。あんたらの、うちの誰かが何らかの都合でうちを性転換しないと、めちゃめちゃになったから。なんでかってあなた方がめちゃめちゃにするからやった。だからこういうふうな運びにしたんだよって高松には言ってたのよ。でももう間もなくでしょ。50歳から60歳の間のどうかの時点で君の女性に戻るからって高松には言ってたわけ。まあ彼はね、プレアデス・バル、スバルのレンジャーの一人でもあるけどね。まあそんなこんなで、まあ、もうその中で何十万把握しておいてください。